ニョロニョロゾッゾ匠博士です。どうも皆さんお久しぶりでございます。今回はですね、ポケモントレーナーさんとはいかなるものかというものをね、研究したくて他の地方からお二人のトレーナーさんを呼んでおります。紹介しましょう。どうぞ。アローラー、オレ萌木、こっちは相棒のニャミ、今日は博士に呼ばれてやってきたよ。アローラ。アローラ。あー、この挨拶もたまらなくいいですね。そしてもう一方お呼びしております。どうぞ。あー、なんだなんだなんだ、よくわかった。俺はさ、こんな都会に行きどうだね。俺はトキロだ。白金山から来ましたトキロくんでございます。トキロくんが住んでいる白金山というのは上都地方にある山のことですね。んだ、俺はさ、今日初めて白金山から出てきたんだ。初めて。初めて。でもポケモントレーナーであるということ。そんな、そんな、んだんだ。なるほど。こんな遠いとこから大荷物。本当に大荷物だな。大荷物がすぎる。ということでですね、やっぱ、この大荷物の中にもやっぱ気になると思うので、ポケモントレーナーさん、カバンの中身というものをですね、カバンの中身、はい、ちょっと教えていただけたらなと。あー、いいよ。ありがとうございます。おしゃれなんだ。ありがとうな。やばい。だー、やばい。じゃあ萌木くん、お願いします。俺のカバンはこんな感じ。かっこいい。黒と赤さ、オレンジなんだけど。あー、オレンジだで、やっぱ相棒のマスコットをね、こうやってつけてます。っていうことは、相棒のポケモンはニャビーだ。おー、さっきも言ったけど、ニャビーは炎タイプですね。うん、かっこいいな。コツについてるのはモンスターボール。モンスターボール。おお、わあ、すごい。なるほど。かっこいい。そのケースもかっこいいんだ。こっちに入ってるのはコンパス。おお、コンパス。うん、やっぱ旅に出るからね。確かに。音楽が。山でめっちゃ役に立つんだ。あ、山でも役に立つ？なあ。じゃあ今度貸してあげる。ああ、ありがとう。これ。美味しい水。んだー。美味しい水。美味しい水。で、やっぱ旅に出るってことはこれがなきゃね。おお。ドムズカン。おお、ドムズカン初めて見ました。ちょっと触ってもいいですか。うん、いいよ。すごい、ロトムだ本物のロトムズカンだ。うん、かわいいですね。すごい、いいでしょ。次はこれ、ノート。ノート。うん、まあやっぱその日に起こったことを書いたりとかね、大事かなと思って持ってるんだけど。なんだ、やっぱこれかな。お、それはこれは母さんからの手紙。おお、母様からの手紙。そう、辛い時とかちゃんと読み返してる。なるほど。読みたい？ちょっと読んでもいいですか？読みたい。うん、しょうがないな。あ、じゃあ僕は代表して読まさせていただきます。萌木へ。うん。旅へ出た。なんだ。萌木へ。うん。旅へ出るのはとても大変だけれど、うん、きっと素敵な出会いがあなたを待っている。早くない？ちょっと早くないから。だから早くないから。うおお。続けて。まだ半分以上残ってる。続けて。何かあったらすぐに電話すること。うん。無理だけはしちゃダメよ。うん。ママもニャースも一緒に応援してます。おお。これはとても感動的な手紙ですね。感動的だ。うん。ありがとうございました。うん。これが一番大事かな。素敵だ。で、これ最後。ん？それは。これカメラ撮ってあげるよ。おお。おお。待っててね、ニャビー。撮るよ。はい、チーズ。なんだ、何も映ってねえな。あ、これから出てくるの。思い出とかをこれに記録して、うん、さっきのノートに挟んだりしてる。なるほど。俺のカバンの中身はこんな感じかな。いろいろ見せてくれてありがとう。さて、次はちょっと僕。なあ、博士のカバンの中身も見せてもらえるんだな。僕ちょっと最近までいろんなところに点々と回ってて、ついこの間だとあそこに行ったんですよ。カロス地方。カロス地方、行ったことない。大都会だ。プラターの博士に呼ばれてちょっと出張として行ったんですが、これ面白いんで紹介しようかなと。へぇ、気になる。まずこちら、カロス地方の図鑑です。へぇ、これはプラターの博士の研究所でもらいました。長旅で充電が切れてしまって。そしてやっぱり僕はね、結構方向音痴でおちょこちょいってよく言われるんで、うん、カロス地方の地図をですね、持たされたんですが、いやはやちょっと持たされた地図が大きくて大きくて、すごい、すごい、見たことないポケモンも書いてある。本当だ。なんとこれメガ進化のポケモンなんですよ。メガ進化。この真ん中のリザードンとか見たことないでしょ。リザードンが違うバージョンでいるんだな。本当だ。これのおかげで
で迷いませんでした。おー、すげーな。ちなみに萌木くん、アローラ地方にもメガ進化を発見されているようですよ。俺はまだ出会えてない。いずれ出会えますよ、きっと。おめえにもう出会えるかな。きっと出会えるよ。そしてここには4種類のモンスターボールがあります。おー、モンスターボール、スーパーボール、ハイパーボールに、これは大木戸博士から託されていたマスターボールです。いいなー。これを使えばどんなポケモンでも必ず捕まえることができるボールです。これハイパーボール欲しい。ハイパーボールですか。おでんマスターボール欲しい。マスターボールはちょっと研究であげれませんが、これは萌木くんにプレゼントしましょう。いいの。おでんには。じゃあこの2つのボールで、うんな、大事に使ってください。嬉しい、ありがとう博士。そして最後にカバンの中身ではないんですが、先ほどからチラチラ見えておりましたが、こちらちゃんと、これはキーストーンが中に入っているキーリングといって、ポケモンがメガ進化できるというアイテムです。すげー、すごいでしょう。これはもう、うん、すごい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 。大丈夫、きっといつか手に入る。よく見えるよ。すごいキラキラキラ光るんだけど。あー、やっぱり興味があるかな。そうだよね。でもこれ結構大変。おでも、おでもこれ欲しいな。おでこれ欲しい。やっぱり自分たちで冒険をして手に入れることによって意味があるものだと思います。そう、僕の荷物は以上ですね。が、じゃあ最後、おでの荷物だな。おでのカバンの中身やな。いっぱい触るんだ。うまく取り出せないんだな。ちょっと待ってくんの。手伝おうか。んだ、取り出せたんだ。よいしょー。それは一体、これは、自転車だ。自転車。やっぱこれがねえと、早く進めねえからな。我慢。ちっちゃい。ちょっと、いつってね。ちょっと、トギロくん。トギロくん。トギロくん。んだー。トギロくん戻っておいで。あー、バックしてきた。んだー、これに乗れば歩くよりも前も早いんだ。歩いた方が早い気がする。で、次カバンの形どうなってるんですかね。確かに。で、次はこれさ、ポケモンカードだ。ポケモンカード、これは俺の悪デッキだ。んで、次だ、これは俺の大好物ダムネだ。え、俺にも一個ちょうだいよ。なるほど、ラムネはあげないと。これは俺の大事な食料だ。あげるあげないでね。なるほど。次は俺の必需品。これは穴抜けの紐さ。あー、穴抜けの紐が便利な紐だ。次は俺の自慢のもの。はい。危ない。ありがとう。荷物が重たいですからね。次はこれだ。何それ。おでやな、おでが83年間83歳。すごいだろう、これ。これは全部マザマシンだ。すげえ。マザマシン、なるほど。何枚入ってるんですか。100枚ぐらいだ。100枚。ちなみにその中で一番自慢できるようなマザマシンというのは。全部自慢できるな。全部。なるほど。次、これ手紙だ。手紙、母さんからの。読んでくれ。わかりました。すごい折りたたまれてますね。俺の大事な手紙。これは、これは俺の手紙読んでくれ。ときろうくん、今日は一緒に博士のところに来れてすごい嬉しかったな。また遊ぼうね、萌木より。嬉しいな。僕も何か書いておきますね。今日はわざわざ白金山から来てくれてありがとう。差し上げたモンスターボールとスーパーボールで素敵なポケモンと出会ってくださいね。んだー、いい手紙だ。はい、ありがとう。これはな、真っ白な手紙だ。合ってたんかい。合ってたんかい。何か出てくるかと思いましたね。でももう博士と俺からの手紙になったから。んだ、これはもう大事な大事な大切な手紙になった。よかった。んだ、次だな。あれ。あれ、なんか開かなくなっちまった。手伝おうか。あー、開いた。ここで友達手帳。友達手帳、いいですね。それはいいな。んだ、何人友達いるんだ。0人だ。いや、俺一番。俺が一番。よかったですね。俺の友達手帳に友達コード登録してくれ。本当に面白い。あー、俺一番だ。一番乗り。じゃあ
私も。ああ、ありがとう。俺はこれのために今日ここに来たんだ。いつでも連絡して。明日すぐ連絡するな。じゃあ島に帰らず待ってるよ。うんだ、ありがとう。友情がとても素晴らしい。ああ、そうそう、俺の相棒を紹介してなかったな。わあ、知りたい知りたい。なあ、ニャビ誰が来るかな。俺の相棒、いえ。ああ、俺の相棒、バンギだった。ああ、すげえ、初めて会った。んだ、やっぱ迫力がありますね、バンギラスは。なんだ、覚えさせている技は何ですか。自慢の技さ、自弾だな。自弾だ、なるほど。まあ育て方はトレーナー次第ということで。んだんだ。で、最後にだ、萌木くんが美味しい水持ってたな。うん、でさあな、美味しい水は俺の故郷で作ってんだ。へえ。そうだったんですね、白金。ちょっとしか採取できない。な、これは俺が山降りる途中で全部飲んじまった。ああ、やっぱ大変なんだ、山降りんの。これをあの満タンにしてまた持ってくるよ。ああ、楽しみ。な、これは8リットル入るからな。8リットルも。俺のカバンの中身は以上だ。なるほど、2人ともありがとうございました。いろいろと研究ができそうです。ああ、よかった。よかった。なるほど、トレーナーさんによっていろいろとやっぱり個性が出るもんなんですね。なあ、うん、2人とも今日は本当にありがとう。いや、こちらこそありがとう、うん、友達になってくれて俺は嬉しい。島戻らずに待ってるから。んなぁ。友情も見れたとこでここいらでおいとまといたしましょう。あー、そっか。それでは今回はアローラ地方の萌木くんと白金山の時郎くんにインタビューをしてみた動画でございました。んなぁ。みんなも相棒のポケモンとか持っている道具とかがあればぜひこちらのコメント欄で教えてください。お願いします。お願いします。それでは今回の動画が面白かったと思ってくれたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回ポケルン TV の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。行くぞニャビ。なーい、行くぞ俺のバンギラス。